ですから眼前に迫るガレマール帝国の脅威に対抗するにはエオルゼアを一つにしなければならないのです。うん、脅威は帝国だけではない。万族や万神の存在もありましょう。一見まともなこと言ってるなこいつ。エオルゼア都市軍事同盟に再加盟していただき、真のエオルゼアへの道を。アルフィノ殿、先に述べたようにイシュガルドとしては、うん、無理だって。なぜなのです。万族万神、確かにエクサル族はクルザスに進出しているが、うん、国営の森の主権を争っているのだ。俺関係ねえってさ。それを領土と。我々は旧敵ドラゴン族との長きにわたる戦いで精一杯だ。ああ、お前らのところはお前らのところでなんかそういうあれと戦ってんだ。危惧はしている。まあ、なんちゃら族みたいなね。彼らが大陸統一を掲げている。うん。では。だが帝国軍の動向は少なくとも現状はエオル生還したいと。第14軍団の残存兵力にしても、その多くが属州からの徴収兵であり、戦意は低い。まあまあまあ。それではこれまでと何ら変わりがないではありませんか。私個人の意見で言えば、君の主張に賛同するよ。出た。アイメリク教。私はこの会談にイシュガルドの特使として出席している、はいはい、だが国がな、私個人で判断できることもある。フォルタン家が主体となって動いていたレブナンツトール開拓団への物資の支援、これについては今後も協力を続けよう。うん、本当ですか、アイメリク総長。ああ、そんなでかいことなんだ。すげえ喜んでるけど。ドラゴン族の始祖とされる源流ミドガルズオール、その源流が復活するのではないかという噂が教皇庁の内部で支えかれている。ここ最近のドラゴン族の奇妙な動きやアドネール先生代が観測した流星の輝き、いずれも人類家の源流がですか。あくまで噂に過ぎない。源流ミドガルズオルムは15年前の銀類湖上空戦で帝国だが、ドラゴン族が活発化しているのも事実。万一に備えレブナンツトールに意を構える開拓だ。なんだ、恨んのかよ。結局木薬の塔を監視してもらう。つまり銀類湖の木薬の塔に残る源流ミドガルズオルムの死骸の監視条件をレブナンツトール開拓だ。協力を頼めるだろうか。わかりました。同盟再加盟の決断をこの場でき、長らく門を閉ざしていた。残念だけど話してよかったよ。アルフィノ殿、心遣いに感謝する。お互いいい関係でいいような。何事だ。報告、巡回中の兵から。なお、氷の巫女率いる異端者勢力の仕業と思われます。氷の巫女ってまさか。バカな。死。今回は輸送経路も変え、神殿騎士団の護衛も。氷の巫女率いるって最新作の FF でもなんかそんな感じだったな。あ、こいつさっき横にいたやつじゃねえ？なんか女の子いっぱい出てきそうだから見よう。冒険者殿、万神芝の討滅感謝する。君が英雄と呼ばれる真の理由を思い知ったよ。だら今回異端者が芝を召喚したことでイシュガルドは初めて直接的に万神の脅威にさらされた。君たちの対応の速さに救われたが、討滅が遅れれば甚大な被害が出ていたこと。万神の脅威という意味では乱心。我ら神殿騎士団やフォルタン家の騎兵団など前線に出る者の間ではグリダニアを敵視しているイクサル族よりも二つの要塞を陥落させ、ドラゴン族の方が危ねえっつってな。そういった意味では
直接の危険が眼前に迫ったことで改めて万神の気、これまで死闘を繰り広げてきた君たちに、しかし肌で恐怖を感じぬ限り人は考えを変えないもの。うん、今回の例というわけではないが、今後も定期的にレブナンツトールに支援を続けることができるかもしれん。凄まじい鎖片びら。教皇庁にちょ、イシュガルドにもゆとりがあるわけではない。それはありがたい。先立って依頼した条件については破棄してくれて構わない。ほう、いえ、源流ミドガルズオルムの監視はドラゴン族が動き、クルザスが戦火に包まれれば隣接するモーデナにも影響しかねないのでね。ああ、むしろいい情報をこっちももらったみたいなもんか。引っかかる部分もある。教皇庁内でも意見は割れている。半信半疑だって。モーデナに残留する帝国軍をはじめ、アイメリク様は決して、お、だいぶ回ったぜ今。私が教皇庁直属のアイメリク様は決して知ら、ここ最近になってからだ。生まれの身分で人生が左右されるイシュガルドにおいて、大貴族ではない私がこの職に就く。だがそれもこれも名門貴族と教皇庁の聖職者たちがレブナンツトールを盾にせよと言うなら、私はそれを利用して。それが政治というもの。イシュガルドは千年にわたるドラゴン族との戦いと第七霊災によって疲弊している。私は異端者となる者が急増しているのも民の、これはイシュガルドが抱える根源。イシュガルドを解雇し、どの国も問題あんだな。タトシと協力してこそ霊災復興、万神、そのためには教皇庁の改革が必要不可欠なのだ。我々の国は長い歴史を持つ。しかし、私たちの承知した。アイメ、理解を感謝する。この思いに向けて私がここまでやってこれたのは、どう、私個人の努力だけではなく、今後のやり取りには彼女に出てもらうこと。顔ちっさ。新コマンドルキアという。自分もアイメリク総長と思いは同じ。イシュガルド、いや、エオルゼアの未来を案じている。わあ、なんかクリックのタイミング。過去の争いにこだわっていては。ルキアについては私の命題と考えてくれていい。レブナンツトール開拓団へのイシュガルドの生まれではない異邦人だが、だからこそ信用できる存在だ。そう、君たちに渡しておきたいものがある。はっ、ここに。そもそもがあれか、このミミナガ族みたいなのが帝国軍のミッドについて、メインの種族なのか。ここまで我々が調査していた情報だ。ここ先に情報の漏洩、物資の横流しの記録など、異端者とやり取りしていた証拠が一通り揃っている。これは感謝します、アイメリク卿。ガレマール帝国は我々の卿。この先も双方のいい関係が続くよ。はい。わ、騙された。一人だけか、ミスった。これ気になるの。あ、もうシバ殺したよ。クルザスでは大変だったわね。ボコボコにした。3秒で殺した。ちょうどこれから情報を整理しようとしていたところなの。ありがとう。ではみんなを呼びましょう。権限させた存在を人に憑依させるだなんて、完全に未知の現象ね。これまでどんな文献にも
ルイゾア様が残した手記にもそのようなものは見当たらなかったわ。手記。ただ状況から察するに、モーグリ族の王様と同様で公儀に解釈した蛮神と呼んでいいように思える。憑依型蛮神シヴァか。あー、そういうこと。召喚者が意のままにその力を操れるのだ。イゼルって人、蛮神を生身の体に憑依させておいて、それでも無事だったんでしょ。彼女は本当に生身の人なの。いずれにせよ、氷の巫女が成したる神おろしは未知の種。ただあの時に観測したエーテルの流れは、ウリエンジェがよこしてくれていた資料と酷似していた。つまり手法はどうあれ、あんたらが戦ってきた蛮神と同じものってことさ。そこに謎を解く手がかりがありそうね。イダ、この後グリダニアに向かうぞ。伝承からの権限、禅王モグルモグ十二世についてもう一度調べてみよう。よし来た。私は氷の巫女の残した言葉も気になっているの。聞いて、感じて、考えて。出て。あなたも聞いたことがあるはずよ。星の意志、ハイデリンの言葉を。あなたからの話を聞く限り、彼女は超える力を持っている可能性が高いわ。おそらくハイデリンとも開口している。いい、それだけじゃない。人とドラゴン族の争いの発端だという人が犯した罪、過去を見ることでそれを知ってしまった。ほう。同じく氷の巫女の言葉、始まりを知る源流と。その源流ミドガルゾールムが指すのは、銀類湖にそびえる木薬の塔。木薬の塔についてはアルフィノからの連絡もあり、すでに監視体制の準備を進めています。ドマの方にも手伝ってもらって。なんかこいつ気づいたら敬語になってるやん。憑依型蛮神シヴァ、氷の巫女の残した言葉、そして源流ミドガルゾールム、どれも解明にはちょっと尊敬し始めてるな。まあそろそろ見ていったっていい。話は聞いている。話は聞いている。面倒なことをしてくれた。まったく。いや、そちらへの影響はなかろう。それよりも問題なのはラウバーンだ。これを機に何をしでかすかわからん。だいぶ重要な話になってきたっぽいしな。同人団に不滅体を張らせるよう指示しておけ。同人団。ああ、お前かよ。途中で何とかする。お前なのかよその声。東アルデナード商会の貿易路を一つ潰せ。それでロロリとはしばらく動けんはずだ。やっぱりこいつも見た目が若く見えるだけで実年齢は60歳ぐらいの可能性はあるんだな。あの方には最後まで女王でいてもらわねば困るからな。反逆者ね。お疲れ様。アルフィノから軽く報告を受けたわ。軽くね。まさかエリヌ・ロアユ大統相が帝国軍の任命だったなんて。今、あれ、なんかさっき報告者って書いてなかったっけ。彼女とはラウバーン局長とともに暁決戦の際にも共同してもらっていたの。あ、俺再生するやつ間違えた。蛮神問題解決のためにとても熱心だった。私はダメね。アシエン対策についてあなたに報告する。あれ、さっき俺これ読んだ気がするんだけど、この下りを。みんな揃ったかしら。
ムンブリダさん、お願いします。了解。私が持ってきた白聖石、これはエーテルと化したアシエンの魂を封じるものだ。この魔気が莫大なエーテルを吸収できることは万神シバとの戦いに際して証明された。このくだりはないか。このアイテムの説明自体はあったけど、エーテルを保持できるのは短期間だけ。アシエンを封じると言っても一時的に閉じ込めるのが精一杯。流れ的にはでもあってそう。白聖石の限界に加え、アシエンの未知なる力にも警戒を。仮に封じ得たとしても、そう、つまり捕らえた直後に消滅させなくてはならないのさ。エーテル体となりしアシエンの魂、これを消し去る手法となれば理論上の答えは一つ。純粋なるエーテルの刃にて追消滅させるより道はなし。喋り方どうした。だけどアシエンの魂の質量とも言うべきエーテルの総量がわからない限り、その消滅に必要な刃の高度、エーテル密度の予測が立てられない。唯一の手がかり、それはかつてアシエンと対峙したあなたの事例のみ。魔導省プラエトリウムでの戦い、あなたはハイデリンの導きを受け、光の武器、おそらくは星の意志による巨大なエーテルの刃を用いてアシエン・ラハブレアを退けた、そう言っていたわね。結構俺っておしゃべりなんだな。結局アシエン・ラハブレアは闇のクリスタルを介して狭間に逃げたわけだけれど、少なくともその時ハイデリンは光の武器をアシエンを倒す力としてあなたに与えていたことになるわ。でもあれはハイデリンの導きにより使えたもの、自らの意志で自由に制御できる性質のものではないはず。超える力と同じようにね。もう俺も自分が偉くなってきた自覚が出てきてるから、もう止まんなかった。その時と同じ規模のエーテルの刃を、ちょうど話の中心だし、不確定要素なく自らの意志で操れなければ、アシエンの完全消滅は成し遂げられないということ。だけどそれを人工的に起こすとなった場合は途方もないエネルギーが必要となるか、うん、この白聖石を2つ用意して、一方に私たちのエーテルを閉じ込めておくってのは。イダ、言ったろ、この魔気にはエーテルの長時間保存はできない。どうしてもその場でエーテルを作る必要があるのさ。つまりアシエンを白聖石に閉じ込めた時、都合よく光の武器を使えるのか。この点に課題が残る状況ってことだな。もっと情報を集めなければね。私はしばらくここに残って白聖石の調整を行うつもりさ。調整？ウリエンジェは砂の家ってところにいるんだろ。どうせ一緒にやらなきゃいけないんだ。せっかくだしあんたも来なよ。私は砂の家の執務長。それにあの地は宿命と知識が交差する場所になれば。なんだよ、釣れないな。いいよ、だったらこっちから通ってやる。こいつエダの声で喋ってほしいな。あなたが出ている間にバルデシオン委員会の件でシャーレアン本国から連絡があったの。消滅したというバル島があった海域に本国の調査船が赴いたそうよ。でもそこに破壊の痕跡はなかった。最初からバル島など存在しなかったかのように。ただこれが何を意味するのか引き続き調査中のようですが、ただ気になるのは、時を同じくしてバル島以外の場所にいた彼らはいずれもバルデシオン委員長と共に
太古より伝わる次元悪化への現象研究。アルテマ級の魔法波を残し島一つを消すなんてこと、おはらアシエン以外にできるとは思えないけど、それ以上の、もしかしたらこれが彼らの言う絶対の神と呼ぶ存在の力かもしれない。せめて友人の意識が戻れば話も聞けるのでしょうけど。第七霊祭の直後は帝国の将ガユル、その手引きをしたのがエリヌ・ロアユだったとは。うん。だが彼女が接触を図っていたのはガユルスではなく、ガレマール帝国の初代皇帝ソルゾス。なんか俺結構雰囲気で見てたから、ガレアスみたいなやつがなんかもう最後帝国の最後のボスぐらいの気持ちで見てたわ。最初ムービー見たとき、なんかやつ偉そうだったし。拡大させぬように万神に汚染された者たちを抹殺するためだった。しかし霊祭を境にして方針が変わった。ガイウスがアルテマウェポンという切り札を手にしたことで万神を抑えることができると踏んだこともあろう。だがその根底にはあいつが一番偉いんじゃねえんだったらあんな偉そうにすんなよ。富を奪うといううまみがあったからに他ならない。そう考えればガイウスのエオルゼア最新項を認めながら全面衝突を控えるように押しとどめていた点も理にかなっているか。エオルゼアの民が頑なに反発し、仮に万神の召喚を乱発すれば当然ながらだんだん価値観が俺よくわからなくなってきたわ。この万神の召喚を乱発とそんな死の大地を手に、エリヌ・ロアユの情報をもとにガイウスの動きを抑え均衡を保とうとしていたのは誰か。第14軍団に対して命令する権限があったのは病床に全軍団を統括する大将軍。確か当時その座についていたのは今や二代目皇帝。読んでるところみたい。バリス・ゾス・ガルバス。すげえ名前だ。彼女の雇い主か。一生覚えられます。それにエリヌ・ロアイはエオルゼアの情報を帝国に流していただけでなく、帝国からの情報も利用していたようだ。双方の情報をうまく使い、エオルゼア側の均衡も保っていた。戦争が長引けば金が動く。二重長者だったということか。くそ。ガイウス亡き後も彼女が第14軍団と接触を続けていたの。ただし、わからなかった。イシュガルドの異端者に情報を流した理由だ。異端者が万神絡みであった以上、帝国が目指す万神討滅という国是に反することになる。この件には、なるほど、矛盾してんじゃんってことね。腹心を失った上に、だが必要なことだ。クロ、分かっている。彼女に近い者はすでに拘束してある。局長、彼女の、厳正な審査の上対応しよう。本当か、お前速さと速さだけだろ。それを聞いて安心したよ。エオルゼアのためとはいえ、では失礼する。厳正な調査とかと真逆、対局の位置にいるんじゃないのこれ。我が輩は結局この何年かダジャレ親父やつらに踊らされていたという。俺の中ではもう完全にダジャレおじさんとして記憶されている。エリヌ・ロアユの裏切りには憤りを覚える。確かに彼女の未熟さがそれを招いたのかもしれん。だが異性者でありながら
その境遇を利用して国民のためではなく己の利益のためだけに彼女を使ったことは許されざる行為だ。聞いておるのだろう、共和派のネズミよ。貴様らの所業は決して許すことはできない。ああ感動的な BGM 流れてる。貴様らを排除し、このウルダホを正しき道に導く。はい、今日はこのまま休んでよい。ご苦労だった。承知いたしました。かわいい。それでは失礼いたします。俺この人がいいな。この部屋もいつまで金ピでいられるか。そこまで狭い状況なのですか。なんかお手伝いさんみたいなのを雇えるじゃん、このゲーム。先のフロンティア計画の一件以来、サカツ州はロロリト派に代わり、テレジアベルジ派が台頭している。問題解決に臨む王党派とは裏腹に、あの人がいいな。あの人作れないから。サカツ州ら共和派、その共和派ですら分裂し内紛となっているのが、こんなことでいがみ合っている場合ではないという。ならばいっそ女王の権限としてサカツ州を解体することはできないのですか。浅はかな。商人たちの代表を兼ねるサカツ州の一方的な解体は、彼らに限らず今のウルダ派を作った他の商人などの戦場を逆なですることになるんだぞ。そうなればウルダ派を取り巻く状況はさらに悪化しよう。商人に限らず、市民も難民もウルダ派の民すべてが幸福を求めている。祭りごとを担う者としてそれに応えなければならない以上、今は迂闊に敵を増やす時ではないのじゃ。ロロリトにしてみれば現状を見ていない夢物語なのかもしれんがな。国の柱たる民と礎たる為政者の思想の相違、お互いの立場が違う以上ある程度は仕方のないこと。いや、ある程度とか言ってらんないよ。無理無理。同じ為政者の中でのそれは溝が深まるほど、その上で生きる民が煽りを食う。嫌われてる奴ほどちゃんと仕事してんだから。まるで国民を見ようとしていない。これではいくらナナモ陛下が尽力されても国をまとめるなど。それに加え、不滅隊の中で長きにわたり密偵を飼っていたという事実、領土を拡大し細部まで目が行き届かない帝国ならまだしも、多くの傭兵を受け入れているとはいえ、限られた中での不祥事は共和派に増長を許すだけか。ガレマール帝国の脅威が迫ろうとしている今、早々にエオル勢を一つにまとめなければならない。そのためにまずは各々の国の意思を統一せねばならないというのに、何か手段はないのでしょうか。ウルダ派の宝は金銀でも宝石でもあらぬ、民じゃ。その民の意志が一部の負者に歪められてはならぬこと。共和派の連中も商人たちの自治を大義名分として歌っているが、これは真の共和にあらず。民のための祭り事は民のために行わなければならない。つまり解体すべきはサカツ州ではないのだ。ナナモ陛下、まさか国家転覆罪。そのために貴公らを呼んだ。
わらわが公言することでウルダハは大きく揺れよう。後の混乱をラウバーンと協力し平定してもらいたい。ウル王朝最後の王として恥を忍んでキコーラに頼みがある。このウルダハを、ウルダハの宝をどうか守ってやってほしい。七尾陛下。でもそれって何の解決になるのこれ。あーこいつあれか、女王陛下だから。解体すべきは国家そのもの。しかるべき折にウル王朝の幕を下ろし、共和制に移行するつもりじゃ。あーなるほど。これによって王党派も共和派も解散する。ウルダハは王のものでも豪商のものでもなく民のものとして生まれ変わる。あーなるほどな。あそういうことか。まあ、確かにそれはそうかもしらん。すまんなラウバーン、お前の忠義を裏切る形になる。だが今わらわにできることはこれしかないのじゃ。普通に民主的な考えのまま考えてたけど、そもそもこの国王政だったわかわいそうだな。そう考えたらあのスカート履いてるやつ見ているか、うわーとか言ってたのに王政なくなっちゃった。結局俺が全部やることなんだよな。イッシュガルドからあなたにお客様よ。彼女ルキアさんとは面識があるそうね。ちょうど今紹介を受けたところなの。そうなの。突然の訪問となってすまない。アルフィノ殿も任務に出ているそうだな。だが気候が戻ってくれてよかった。万神芝を退けた貴公の実力を見込んでアイメリク様からの急ぎの依頼を。いや万神は倒せても竜は無理じゃない。ちょうど例の研究が山場で手が離せなかったからね。俺普通にイフリートとかさタイタンとかさ、結局あんなのね。それでどういった要件なのかしら。なんかもうイノシシみたいなもんだけど竜はちょっとな。実は昨晩クルザスのアドネール先生代よりイシュガルド教皇庁に対し緊急警告が発せられた。流星の異常な輝きを観測したとな。流星とは北天に輝く星の一つ。ドラゴン族の中でも上位の存在が一族に対する号令竜の方向を発した時に輝きを増すと言われている。すごくね、吠えたら星光んの。流星の異常発光が観測されたのは15年前。銀類湖上空線の折源流ミドガルゾールムが数百年ぶりに姿を現す直前だった。竜王を叫びて北天に強制輝きし時、赤き鎧まといし者は現れ世界を焼き尽くさ。北斗の拳のセリフみてえだな。詳しいな。それここからが本題だ。教皇庁はミドガルズオルムなんじゃねえかと。全てのドラゴン族の死、15年前、ガイウス率いる大艦隊と交戦せし源流は機関アグリウスを銀類湖に沈めこいつさ、なんでこんな相打ちでムクロとなら、なんかポエムっぽいの。ええ、それ以来タタルさん、木薬の塔を監視しているドマの人たちから何か報告。そもそも星の見え方に影響するほどの方向ならレブナンツトールにいても聞こえそうなもんだがな何言ってんだ。いや、竜の方向とは声ならざる声なのだ。ドラゴン族は我らと異なり音に頼ることなく精神的な干渉波で意思を疎通する。そうだそうだ。
実際に竜の方向が発せられたか否かを知るには直接源流の状況を確かめるしかない。機構に依頼したいのは木薬の塔の調査、源流ミドガルゾルムの生死を調べることなのだ。神殿騎士を国外へ派兵するにはファミチキください。時間がかかりすぎる。どうか機構の力を貸してはくれないか。オンに切る。こちらはアイメリク。最悪の事態。俺が死ぬってこと？竜の方向は一族への大号令。あれは奴らにとって大規模な進軍開始の合図なのだ。へえ、こんなところいる場合かお前。てか俺らも、てか俺。なんかシーンだいぶ飛んだな。これいきなりドゥラゴン出てくる。我が不死道を犯すのは何者か。我が眠りを妨げるのは何者か。ミイラが喋ってる。うわーこれあれだ。動き出す瞬間にめっちゃ体綺麗になったりしちゃったりするやつか。うわあ綺麗。ミドガルズオルム。想像より綺麗。もしかしてこれ次殺してる？次のシーンでは。ほう、何時も超える力を持つか。現代ごときでは。ああ、へえ、てか喋れんだね、今更だけどね。なんかこの世界のなんかその喋れなさそうな奴ら当たり前に喋ってくるからちょっと遅れて疑問がやってくるんだよな。力は我と引き合わせたのもハイデリンの意志か。と、汝はなぜここへ参った。確かに北天の星を燃やすは我が一族の高き方。ちょっと待って、これが北天の星？叱りすぎだろ。時の声だ。俺もっと市長制ぐらいの叱り方想像してたよ。一族が向かうは叱りすぎだろ。恐れを忘れ罪を犯した人の住みか。これは報復よ。イシュガルドの民は己が罪から目を背けた。そのこれ北天がどうだとか言ってるから別に夏になっただけとかそんなんじゃないの。この人たちがなんかその四季のなんかまだあれよく分かってない次第で、ただ夏になってめっちゃ太陽暑いわみたいな、そういうあれじゃねえか。故に我が一族は方向を轟かせたのであろう。進軍を止めろとこうか。超える力を宿せど所詮は人よ。なんかラムートの対話にと展開が一緒やね。先の方向に答え、まどろみから目覚めたに過ぎぬ。方向を挙げたるは7匹もいんのかよ。我にあらず。我が七の子のいずれかよ。ドラゴンボールじゃん。イシュガルドの民は己が罪を悔い改めるという。なぜ絶対一人一個ボール守ってるだろうこれ。報復を止めよと命じられよ。彼の血が焦土と化し民が死に絶えようとも因果応報に過ぎぬ。これなんかドラゴン倒して待ってたら最終的に最強のイーシンロン出てくるみたいな、そういうオチじゃねえだろうな。その光、
光の加護か。ハイデリメ、超える力を持つ者にさらなる力を与えようとは。まさか得意のものなのか。星よ、この者に。主人公の声ねえからずっとこいつがなんか喋ってる。俺に願うのか。温度差がすごい。よかろう。ならばこのミドガルズオルムが汝を試そうではないか。何？え、何このデスビームみたいな。うわっ、ピッコロさーん。違うわ、ベジータだ。いつものとこか。え？お、おでのジムバッジが。ってる時にそれ使えよ。もっとも星の光は限りを見せておった。我が爪なくともいずれ消え失せていたやもしれぬがな。我はかつてハイデリンと契りを交わした。ゆえにその加護を受けたる汝を首に殺すのは控えよ。ハイデリン。だが汝は人、イシュガルドの民のように愚かな罪を犯すやもしれぬ。こいつ負けたくせに偉そうだな。我が汝を見限ればイライラしてきた。拾った命はないと思え。なんだ？かわいい。我が幻にして我が化身。お前かよ。今より汝と共に行く。化身の目はすなわち我が目、化身の耳はすなわち我が耳。化身の首はすなわち我が首。化身の翼は見届けよ。運命を開く得意の者よ、己の力で我が鎖を砕いてみせよ。得意な力を持つ者ならば人を裁き戦を終焉へと導くこともできよう。これは得意の者たる汝の試練。ってことはさ、
この地にたゆたうエーテルを受け、この周りに飛んでる化身は、この目を、化身の目は我が目って言ってたじゃん。この化身普通に殺したら臭み溶けるんじゃないか。復活の時に汝が試練を乗り越え、人が光の意志のもとにあらんことを願う。化身の命は我が命ってことじゃないのか。だが容易な道にはあらぬぞ。じきに我が一族と人の大きな戦が起こる。我が子の方向はすでに前天へとどろいたのだ。そこに15年眠っていた勇気に切るだろう。15年こいつなんだよ。石ガルドをドラゴン族が攻めるんちゃうか。石ガルドに話さなあかんな。あいつらにとってはドラゴン族やばいからな。まあ報告してくるわ。何あったん？なんかお前変わったで。封印されたね。マジ大丈夫？大丈夫ならよかった。いやあいつそんなパワーあんのかよ。ハイデリンとリュウが契約したっつってたけど、なんなんやろ。やばい、急に難しい話になってきた。なんだ。まあなんか難しいから今考えるのやめよう。まあそのうち話せるかもね。まあみんなには言わんで、私たちだけの秘密。まあ封じただけで呪いとかじゃないから安心してね。ずっと見てるよ。これ俺の中でもまとまっていいな、この方式。ああ飛行の活躍を聞いたぞ。え、エコかかってますよ。源流ミドガルゾルムの幻影を打ち破り、散り際に情報を聞き出すと。しかし、いや子供が叫んでたんだ。まあ知ってたんだけど。今なおエオルゼアに住むとされているのは2頭。まあ2頭しかいないんだ。いずれにせよドラゴン、どっちにしろ戦いになるよ。ドラゴン族が攻め込んできた場合、守れんの？そこは安心してほしい。ともあれ、まあ歴史があるからね。防護の強化は必要だ。無論気候の活躍についてもよく。ではまあよし、何言っときますわ。数百年に及ぶ戦い、いつまで戦うつもりなんだろう。さて、現にアシエン消滅法の件で報告することがあってね。
なんか白いなんか白星石みたいなやつ研究進んだよ。そもそもアシエンが不滅なのはこの物質界で死んでもその魂がエーテル界に帰らず二つの世界の狭間に逃げ込んでいると思われるからだ。そこで開発したのが白星石。エーテル体となって狭間に逃げようとするアシエンの魂を吸収して捕らえるマキさん。すげえなんか分かりやすいムービーになってるけど、これ昔は違ったんでしょうか。昔からこれ問題は捕らえたアシエンの魂をどうやって消滅させるかってことだ。肉体を捨て去りし魂を砕くは根源たる力の刃のみ。純粋なるだけどアシエンを形成するエーテルの総量、いわゆる魂の質量が、うん、そのためアシエンを切り裂くための刃をどれほどのエーテル密度で作ればいいのかも予想できない。じゃあさ、どんな魂でも問答無用で消し飛ばしちゃうようなすっごいエーテルの刃を作っちゃうのはどうかな。賛成。白星石にエーテルを閉じ込めておけるなら今のうちに私たちが作り出すエーテルを。一時的だっつってた。いいだ、以前ムーンブリだ。エーテルは本来すぐに無酸するものなんだ。激しいエーテル放射と外的作用によって結晶化した物質。3回目だからなお前。つまり気ぃつけろ。を除けばえありゃそうだったかといって持ち歩けるクリスタルの量には限界がある。アシエンの魂の質量が大飯ぐらいの晩神リヴァイアさんと同程度と仮定しても総動線を満たすほどのクリスタル量になるでしょうね。しかもあの時は総動線に乗せた変属性クリスタルでリヴァイアさんからの攻撃をしのぐことに特化したからな。消滅させるとなれば私たちが頭を悩ませていたのはまさにその問題だ。取れる手段はただ一つ、大地に蓄えられた資源を使う。またそうやって人はさ、もしかして地脈のこと。地脈を貫く地脈の民、大量のエーテルが溢れ出してここモールナのように一面が結晶化してしまうわよ。いや、私が注目したのは申請したエオルゼアにおいてもっとありふれている資源、属性のバランスが崩壊しているとは。まあ、だが確かにさっきも言ったように違う違う、変属性クリスタルそれさえできればエオルゼと。まだ可能性の話だけどね。相手は分からないことだらけのアシエンなんだし。そうね、全部試したいからやりたいことからやってって。どうやって変属性クリスタルを利用するつもり。実はそのための薪を作ってみたのさ。すごくねこいつ。周辺の変属性クリスタルからエーテルを抽出する。何でも作れんじゃん。名付けてエーテルエクストラクターだ。もうお前が世界作ってないかこれ。もはやこのモードナは変属性クリスタルが多すぎて。俺はバカだからよ、マキなんか作れねえよ。失敗してここら一帯の属性を乱しちまうのが怖い。私がこうマキ。誰か実験に手頃な場所を知らない。では北ザナランはどうだろうか。あそこには中規模の変属性クリスタルがある。それにちょうど協力を願いたい事件が起きていてね。アルフィノ、何かあったの？北ザナラーンの帝国軍拠点カストルム・メリディアヌムに動きがあった。あ？マーチ・オブ・アルコンズの際に魔道場が全壊し、ファルコンズ？兵力的にも大きな損害を出した拠点ではあるが、外郭の復旧作業のため物資を求めて本国からの支援が断たれた今、彼らも生き残りに必死だ。セイリン、クリスタルブレイブはこれより帝国軍の牽制に向かう。だが
いかんせん相手が大きい。暁からも力を貸してもらえないだろうか。つまり落ち着いて実験をしたきゃ、まずは帝国兵を追い払えっていうこと。マキの実験を餌に賢人の手を借りようって魂胆かい。いいじゃないか、乗ったよ。アシエンはいつやってくるかわからないんだ。くれぐれもほどほどに。あなたは昔から無茶をする。そうね、ムンブリダさんの言う通りだわ。あなたは帝国軍の牽制を、サンクレットとパパリモもそちらに協力してちょうだい。ムンブリダさんはイダ、ヤシュトラと共に行動を先行して場所の選定を進め、牽制作戦の終了後に速やかに実験が行えるよう準備をお願いします。はい。では私は別口で白成績の検証を進めておきましょう。よく見たらお前ヒゲどうした。それでは各自出発の準備を整えてください。こいつ怪しいぞって俺も思ったけど、あいつクエストの受注の時に砂の家にずっといるから多分怪しくない。悪いね、そこで待っててくれ。しょうがない、それは。もうちょっとで作業が終わるからさ。小安がとか若本さんとか、私の獲物さ、なんだっけ、あの前回のボス、斧を振ってるとつい楽しくなっちゃう、ね、あの人の声が雑魚なわけないっていうのとも一緒で。私はもともと考えるより先に手足が出る性分なんだ。そんな私に心配な幼馴染もいたしね。ほら、あいつまっすぐものが言えないだろ。いくつになっても変わらないんだから。よし、こんなとこだな。あ、そうそう、大塚さん。うん、いい感じじゃないか。見えたかい？変属性クリスタルからエーテルの光が立ち上がるの。これを束ねて刃にする方法はまだ模索中だけど。お前天才だな。飛び切りすっごいエーテルの刃を作れるようにしてみせるよ。さすが光の戦士、この俺が悟られるとは。びっくりしたわ、石かと思った。まさかアシエン、クソ、私たちを止めに来たのか。その入れ墨、その入れ墨、兵士の書家の番人シャーレアンの賢人か。ああ、なるほど、はあ、多少は頭が回るのも頷けるというもの。何を言ってるか知らないが、褒めてるわけじゃなさそうだ。何言ってっかわかんねえ。光の戦士、お前は俺の言葉がわかってるんだろう。まったくお前には参るよ。ナハブレアに付き合って人に神を降ろさせたってのに。何？何？だから。ドラゴンボールでしか見たことない刃の止め方。ん？どういうことだ？お前から光の加護を感じない。おいおい、まさかハイデリンに見捨てられたのか。こりゃ面白いことになったもんだ。光の加護を失した人ならざる者なんざ敵じゃねえ。この場で片付けるか。いや、今なら白包囲の野郎が言っていたあの杖をいただく好機じゃねえか。思い知らせてやるよ。ん？貴
帰った。あれがあんたたちが戦っている上位の足、それにしても杖を狙ってるだって。もしかしてプシマティ石の家に保管されているルイゾーさんの杖、あのずっと壁にかかってるやつか。俺あれずっとなんだろうなって思ってたんだよ。石の家にはミンフィリアが残ってる。足へなんか上と下切れてるみたいな、なんか変なやつだよな。あれなんなんやろってずっと思ってた。無駄にでかいロット。あなたたち、その手に持ってる電動ドリルみたいなの何？光の戦士、いやもはや光なき戦士か。やはり今のお前じゃ俺の侵入を拒むことはできないよ。どういうこと？あ、これ折れてるつうか、下の絵が見えなかったから上だけ見たら。知らなかったのか。マキタの電動ドリルかと。こいつは笑い草だ。光の加護を受けた者がいることで、お前たちは守られてたんだよ。この拠点だって例外じゃない。白包囲やラハブレアのようなオリジナルはともか。俺たち天聖組にしてみれば光の加護の突破は容易じゃなかったのさ。ま、それもこれまでの話だ。奴らと違って俺は気が短いんだね。次元破壊ですって。爪長。何をグダグダ喋ってやがる。ムーンブリだ。しつこい女は嫌いだぜ。なぜこの杖を欲しがるの？くだらない質問ばかり。お前今まで何してきたんだ？君さ、無職って書いてあるけど、今まで何してきたの？正確に言うなら、その杖に据えられた石板には特別な力があるんだよ。そいつと上等大学卒業してから今まで何してたの？周囲の環境から莫大なエーテルを集められ、あのジジイが捧げるクリスタルもなしにどうやって十二神の神おろしを成したと思ってたんだ？召喚には祈りだけでなくエーテルが必要。これ基礎中の基礎だろ。まさかこの杖を使えば。おかげさまで。やれやれ。だが下手に殺すと白包囲の野郎がうるさそうだ。うわあ、なんか連れさらわれ方、天才テレビくんみたいだったな。あいつあの闇の中に入る前に杖捨ててけよ。オンだ。エーテルの歪みはまだ消えてない。これあれあれじゃん、精神と時の部屋に閉じ込められた時に魔人ブーが開けた穴やん。いやだ。
へへ。何？俺が今まで見ていたエロ漫画は？弱っこいつ。出てたってば。やったー、かわいい。すえよ。戻ってきた。無事のようだな。なんだ、中からもしかして、あ、そっち。うわぁ、なんだ、モミーの旦那来た。お前を侮りすぎてたらしい。だが、いつまで杖を守れるかな。お、さあ、不滅。お前が敗戦の加護を失った以上、俺はまた杖をいただきに来るぜ。そう、何度でもな。優しい。今日のところは勘弁してくれるっぽいな。え、この状況だったらさ、ずーっと挑まれたらいつか負けるよな。疲れて。お？いいえ、次はないわ。アシエン、あなたの魂はここで散って、エーテル界へと帰る。説明しなくていいって。魔風魔じゃ。何？闇のクリスタルを使わせないつもりか。ってことは、マフーバってことは、これ失敗するな。こしゃくな真似を。あれ、外してない。今よ、トゥプシマティでエーテルを集めて。あなたならできるはずよ。無茶ぶり。面白いことやれっていきなり言われてるような気分。想像して、あの時アシエン・ラハブレアを切った光の刃を。想像？そうか、杖があるから別にエーテル集めなくてよかったのか。まさかハイデリンの加護を封じられて光の力が弱まっている。こいつも起動してるってのに、わずかにエーテルが足らないってのか。はあ、あの理由。たかが人が思いやがるな。俺は消えない。消されてたまるか。何度でも再生するんだよ。やばい、やっぱりマフーバだったか。ぐわー、は、外したか。マザークリスタル、ハイデリンよ、私の声を聞いて。え？私たちに光を。今こそあなたの力を貸して。そんなシンフォギアみたいな感じでいけんの？超える力があってなお、私たちの声は、願いはハイデリンに届かないという。ダメか。あと少し。
誰かがここで命を投げ出せば。気づいた、見ていたな。ムーンブリダ、あなた何をするつもり？やるしかねえ。そうか、そうだったんだね。でもこいつは、ルイズはこいつがいなくなったら多分だいぶ困る。自分の務めが分かったんだ。死して希望を守る。天才を失うのはまずい。これがルイゾワ様がこの地を訪れた理由。ミンフィリアしかいない。やっと分かったよ、ウリエンジ。本当は止める気ないやつの動きやん。待て、やめてくれ。消える、消えちまう、不滅なる。成功すんのか、この俺が。いやだ、助けてくれ。消えたくない、消えたくない、消えた。おー、 FF は優しい。ドラゴンボールだったら誰かが命を投げ出しても失敗するからな。普通に生き返れるという最強パワーを手に持ったおかげで人が簡単に死ぬんだよな。気候法、気候法。嘘でしょ。さよなら天さんつって。そんな、何も残らずに。ムーンブリダ結構好きだったのにな。アシエンは完全に消滅したわ。ありがとう、あなたは研究をやり遂げてくれたのね。このエーテルエクストラクターはムーンブリダさんの残した成果の一つ。でも実際超える力を持ってるみたいな下りは序盤にあったけど、ミンフィリアって今んとこ別に何もしてない。ええ、私は大丈夫よ。北ザナラーンでの作戦を終えた後、ムーンブリダの研究を手伝うために周辺調査をしてたんだ。そしたらムーンブリダから石の家がアシエンに狙われて危ないって連絡が入ってさ、みんなで慌てて戻ってきたんだ。お前も駆けつけていたんだな。全員ハイデルと対話ができるぐらいで、さっきできてなかったよ。ダメなのとか言って。それでムーンブリダはどこ？詳しい事情を聞かせてもらいたいのだけど。なんてことだ。自分の命をエーテルに変えてアシエンを。マジな話、なんであと少しって分かったんだろう。エーテルが死してエーテルに帰る、その流れに逆らうのが。ちょいそこ疑問ない。ムーンブリダはその流れを受け入れたのね。ねえ、このことウリエンジはもう知ってるの？ウリエンジさん、天末は聞いておりました。月
月は欠け、正解の渚に消え去りと。今はそういうのやめて。天の巡りはやがて暁の日を導か。ムーンブリダは己の役目を立派に果たしたのですね。彼女はシャーレアン本国において我が師ルイゾワに支持する同門でした。死は今と明日を生きる者のため地を用いよと教えました。その理想は地の集積者として歴史の観察者たれとする。シャーレアンではいた。それでもなお我が師が同志を募り、エオルゼア救済のため救世使命を作りしことはご存知の通り。そして死は旅立たれた。神々に愛されし地を救済するために第七霊災を乗り越え神聖し得たのは我が師の功績。されどシャーレアン本国においては自ら歴史に介入した死を堕落者と呼ぶ声もあった。シャーレアンの賢人たる務めを捨てたのだと。ムーンブリダは死を信奉していましたが、死はシャーレアンを去る際彼女に言葉を残さなかった。故に周囲からの批判に心が揺れたのです。なるほど。死が本当に務めを捨てたのではないかと。そして彼女自身が務めとともに捨てられたのではないかと。でもルイゾワ様は。ええ、エオルゼアを守るという形で務めを果たされた。言葉を残さなかったのも己の定めを受け入れたがゆえ、愛弟子に他なる道を示したかったのでしょう。しかし私が事実を言葉にすれど死の心まではムーンブリダに届かない。私は彼女がエオルゼアにとどまるうちに死の心を知らせたかった。それだけが悔やまれてなりません。ムーンブリダが決意したのは我が師ルイゾワの心を理解したからだと。真実とはかようにありて求めるものにもたらされ死との間に再びつながれし絆が彼女を静かな安息へと導いてくれるでしょう。本当に良かったですね、ムーンブリダ。光の刃はまだ不安定な状態。でもムーンブリダさんが命を懸けてアシエンを消滅させる方法を確立してくれた。え？彼女のおかげで私たちは前へと進むことができる。尊い犠牲を絶対に無駄にはしないわ。え、でもなんかアシエンって山ほどいたよな。ミンフィリア、私は砂の家に戻ります。失われし友の命を私なりのやり方で弔いたい。信じて待っていていただけますか。砂の家の人間全部いなくなっても足りないぐらいムービーには映ってたけど。それはきっとムーンブリダさんの望みでもあります。
どうなっちまうんだ。いて、あ、戦犯竜だ。お前が殺した。ムーンブリダ、あなたの死を無駄にはしません。あなたはアシエンを消滅させる方法を確立してくれた。奴らはもう手の届かない脅威ではない。私たちの戦える相手よ。でもミンフィリアぐらい諦めがつくやつっていうのは大事なのかもな。まあ、諦めというか、闇の使徒アシエンを滅ぼし、エオルゼンを救済する。全員登場人物全員日本人な状態であの状態になったらめっちゃ下りそうじゃない。私たち暁の決命は必ずやり遂げてみせることを誓います。光の加護なくして闇のものを召したか。こいつ、なるほど、人は愚かなだけではないようだ。まあでもこのドラゴンがなんかね言ってただけのこと。まあムカつくけど、まあな、人一人死ぬことぐらいさまつすぎる出来事だから、あまりにもさまつすぎる出来事だ。もうちょっと対局でこう見てる感じの立ち位置だから、まあしゃあないといえばしゃあない。でもあれだけ言って帰るってなんかだいぶ意味不明だけどな。それはそれでなんやねんっていう。だから見守っててよね、ムーンブリダ。だから今までありがとう。これ手前に、このクエスト進行する手前になんかあっただろ、会話。ほう、やつが動いたか。ん？子供？星見てるってことは。まだエオルゼアに2匹残ってるうちの1匹と言われるやつが。一匹ちゃうんけい。めっちゃおるがな。あれは、私だ。聞こえるか。ああ、お前か。イシュガルドに動きがあった。至急石の家まで戻ってくれ。竜軍リーチ熱い。いやでも右からだったからな。左からだったらもっと熱かった。右は期待値薄いわ。なんだ？めっちゃエルデンっぽいわ。装備といい、白といい。エルデンっていうか、ダクソシリーズっぽい。すべては、人が犯した罪による。ああ、こいつがイゼルか。ならばその因果、まだ文章でしか見てなかったから誰かわからなかった。
何さあ、気高き竜たちよ。あ、長きにわたり雲狼を守っていた魔法障壁は消えた。忌々しき罪人の巣窟、コウとイシュガルドは目前だ。その牙と炎で裁きを下すがいい。悪いやっちゃねえ。なんか俺が思ってたドラゴンと違うな。細い。やっぱ末端の竜たちはあんまりご飯とか食べさせてくれないのかな。かなりの被害が出てると。コートにいなくていいんですか。せやな。ちょっと言いたいことがまずあるんだけど、でもその前にちょっとこいつと会ってほしい。お前かよ。違いました。うわ、またなんか濃そうなやつ来た。彼は青の竜騎士エスティニア。あ、ちょ、早っ。文章。竜騎士、竜をほふる者。竜騎士とはクルザスの地に伝わる伝統的な戦士のエスティニアは、その中でも竜の力を得た特別な存在。たった一人でドラゴンの群れと対等に渡り合うほどの力を持つとされているくらい。先ほどから竜の血が騒ぐわけだ。面白い。本当に竜の血とか入ってんのか。俺ただの痛いやつなんじゃないか。ニーズヘックとドラバニア、息子のうちの一人か。竜の上は悪くの方法。じゃあこのそいつに本当に竜の血が入ってるんだったら、こいつに竜の目あげ貸したらいい感じになるんじゃない。このなんか竜騎士とかいうやつに。強くなんじゃん。また俺？それは実際そうだ。でも俺たちがいなくなったら困るよね。だから協力してくんね。うん、確かに。グギギギ。俺は竜の目を通しニーズヘッツの力。あ、お前持ってんのかよ。ああ、なるほどね。もう竜の目使用済みなんだ。使用済み竜の目か。そのうちこいつが竜の力に飲み込まれて暴走モードになったあいつと戦ったりするんやろうな。おかえりなさい。現地はどうだったの。
大きな戦いになるかもしれない。皆を集めてもらえるだ。つまり、これまでイシュガルドに現れていたのは石膏。まもなく邪竜ニーズヘックの眷属たるドラゴン族が退去して押し寄せてくる。なんかミンフィリア顔違くない？それに竜の方向が発せられた以上、残された時間に余裕はないだろう。ドラゴン族はその辺の魔物とは比べられないほど力を持っている。イシュガルドが改めて警戒するということ、イシュガルドとドラゴン族の戦争、イライは賢人なのになんかバカっぽくて。問題ではあるが、アルフィノ様の言う通り、ゆくゆくはエオルゼア全体の問題ともなり得るからな。そういうことだ。我々暁、それにクリスタルブレイブの双方でイシュガルド防衛に協力することを提案したい。でもミンフィリアの母ちゃんみたいなのが一番好き俺。千年もの間繰り広げられているというこの戦いに加わることになるので。でも私たちの目的はエウルゼアの救済。暁としてできることがあったら手伝うよ。あなたもこの件を最優先してもらえると助かります。定期的に敬語なんだよな。尊敬されてる。守りましょう、イシュガルド。私はこれより各グランドカンパニーの名手に援軍を求める。クリスタルブレイブを派遣する許可も取らなくてはならない。みんなそれぞれの対応に当たってくれ。ユグルス君、いやもう年とか関係ないってんだ。さっき出た時も言ってたから、年とかじゃないから、顔だから。別に80歳でも200歳でも何でもいいんだよ、可愛かったら。だてめえ、王政を解散するってのにまだ王族気分が抜けてねえ部屋だな。我々もイシュガルドの情報を掴んではいたのだが、床に座ろうね。ここまで急を要する事態になっていたとはな。我々クリスタルブレイブはアイメリク教の要請に応じ、防衛に援軍を派兵するつもりだ。承知した。お二方ともいろんな、ちょっと元気なくなってるな、ラウバーン。ええ、問題ありません。クリスタルブレイブの派兵については何ら異論はない。速やかに展開できるよう各所に根回ししておく。問題は我々がどうするか。どう生きるか。どういうことだ。どういうことだ。現状ではエオルゼア都市軍事同盟から簡単に戦力を出せんということだ。我々三国は未だ蛮族との対立が続いている。日々蛮族を抑え蛮神の権限を封じているのだ。なんかずっと同じ話してるな。アルフィノ殿が把握していない範囲でもな。
感じ悪。それにアウトロ戦区も捨ておけません。この三者が停戦を誓ったところで、テレジやデレジのような御人が独走すればどうなるか。結果ちょっとジューシーすぎない？それではエオルゼアの危機を目前にして戦力を出せないと。慌てるな、そうではない。主戦力になるほどの援軍は出せぬということだ。同じではないか。同盟軍からもいくらかの部隊は回そう。ただしあくまで補助戦力と捉えてもらいたい。本格的に派兵できないにせよ、各国のグランドカンパニー内で所属する冒険者への協力要請を出すことはできます。各員の判断により助力に向かうよう通達いたしましょう。なんでスカート履いてんだ。正規部隊を回せない。太ももチラチラ見えるのうぜえ、マジで。このような状況になっても勇士の冒険者に頼る。あなた方はそれでもグランドカンパニーの名士か。わあ、エオルゼア都市軍事同盟はどうしたのだ。こういった時にこそエオルゼアのために動くのが同盟軍ではないのか。アルフィノ殿、我々はグランドカンパニーの名手である前に国の代表だ。正論。無論エオルゼアの太平のために努力は惜しまん。イシュガルドの同盟軍への再加入も願うところだ。マジレス一戦だが、それ以前に国と民を守らねばならん。自国を守り他国と協力してこそ初めてエオルゼアという大地に目を向けることができる。どうかそこを理解してほしい。わかりました、メルウィブ提督。無礼な言葉遣いで失礼した。もうあなた方には期待しない。貴様を同盟軍冒険者選抜隊の隊長として任命する。え？俺？国のグランドカンパニーに所属する冒険者を集い、イシュガルド防衛の任についてもらいたい。優しい俺。ナナモ様、不滅隊から少しでも多くの戦力を回したく存じます。そこで同人団の権限を一時的に拡大、不滅隊が受け持っている治安維持にあて余力ができた部隊を順次派兵するというのはいかがでしょうか。ナナモ様、寝てる？すまぬ、問題ない、良きに計らえ。まあ普段からね、いろいろやってるだろうから、なんか大人が難しい話してたら眠くなるよな。今日だって1時間しか寝てないかもしれないし。いいんだ、会議で寝ることは悪いことじゃねえ。ナナモ様はお体の具合でも悪いのか。何をなすかだ。いえ、そのようには変わっておりません。かわいいこの人。そうか、ならいい。っていうかさ、俺もドラゴン族じゃね？今冷静に考えたら尻尾生えてるべ、鱗ついてるし、俺もドラゴンでは。
わー、え、いやー、よかった。イージーピーシー。なんかあいつ見た後にこいつ見たらめっちゃ弱そうやな。増強やないか。見ろ、ドラゴン族が引き上げていく。俺たちの勝利だ。え、ちょっと待って、なんか竜騎士めっちゃいいんだけど。竜騎士っていっぱいいるんだ。なんか一人でブツブツ言ってる。あ、あれ、キングベヒンモスの攻撃避けるときのやつだ。モンハンでやった。何？なんか不満でもあるの？ああ、そう。優しいよ俺は。何あのでっかいこたつ。あ、ベッドか。笹岩様、申し訳ありません。この戦勝祝賀会で私はこの国をブルー王朝を捨てることになります。歴史ある王家を守備な結果に終わらせてしまう不徳、どうかどうかお許しください。イシュガルド戦勝祝賀会がカトシン22？一体何が起こるってんです。すまんな、そちにも迷惑をかける。まさかこの女。いえ、すべてはナナモ陛下のお決めになられたこと。私のようなもののことまで。誰の声かわかんねえけど、なんか声優名詞怪しいぞ。大物声優か。さてはお前、英雄殿をお迎えに行ってまいります。よろしく頼む。
またサンタさんいる。なんかいっぱいいるし。つまらねえ政治の場だ。ずいぶんと盛大ね。ご苦労だったね。偉そうだなお前。アイメリク卿が先の防衛戦の礼も兼ね、正式に国交回復に向けて本国に働きかけるらしいじゃない。あなたの努力が実ったのね。おめでとう、アルフィノ。と思ったけど、まあミンフィリアよりは偉いか。ありがとう、ミンフィリア。アイメリク卿をウルダハの国賓として迎えてもらうことができたのは、ひとえに君たちの協力があったからこそだ。これでエオルゼア都市軍事同盟の再結集に向けて一歩前進したよ。それにイシュガルドとの国交が回復すれば交易路も広がる。第七零歳の復興が一段落して落ち込み始めていた経済にも良い刺激になるだろう。我々の活躍でエオルゼアには良い風が吹き始めた。あとはアウトロー戦区の問題が一刻も早く解決することを祈るだけだ。各国の名士たちの考えはわかる。だが私は私の考えでエオルゼアを導いてみせるさ。ところで我らが英雄殿はどうした？姿が見えないようだが。クイックサンドのモモディさんのところに行っているわ。重い用事でなければそろそろ来る頃だと思うけど。カバディカバディ。入れ。失礼いたします。失礼いたします。眩しい。俺の可愛い顔が光で飛んでる。急な呼び出しによく来てくれたな。運動を守りきれたようで安心しました。コートの方は大丈夫だったのでしょうか？ええ、多少の被害は出ましたが問題ありません。これもひとえに皆様方のお力があってこそ。そうだぞ。それはよかった。イシュガルドも我々と同じエオルゼアの一部。こういう時こそ協力せねばなりません。牽制したら。これも政治というのか。お前もさっき経済がどうたら言うてたやんけ。だいぶ政治的な発言だったけど。改めてご挨拶をと思っていたのですが、こたびの防衛戦へのご助力、誠に感謝いたします。私はこれを機に、コートの大神門を開くことを、教皇陛下に進言するつもりです。真に、エオルゼを一つにするために。なんか王様みんな女の人だし、教皇陛下も女の人なのかな。可愛いといいな。ユユハセが？わかった。
どうかしたの？いや、大したことはない。少し席を外すよ。怪しいな。おバカさんも手を振ってます。どうした？なんかようわからんけど手振っとこ。下がってよいぞ。承知いたしました。失礼いたします。瓶でっか。俺の飲み物青。他でもない。そなたに伝えておきたいことがあってな。柄か。わらわはウルダハ王朝に幕を下ろすつもりじゃ。知っての通り、今のウルダハは混沌の渦中にある。なんで俺にこんな話するんだ。が正常に機能せず、国の宝である民が一番の被害を受けているようなありさまじゃ。メタ読みが進んじま。わらわはこの混乱を消し去るために、この戦勝祝賀会の場で王朝の終焉を宣言する。これによってウルダハは王のものでも武者のものでもない、民のものとして生まれ変わる。新時代のウルダハの幕開けとなるのじゃ。だが国は大きく揺れる。ラウバーン一人の力では行き詰まる時も来よう。そなたに頼みがある。どうかラウバーンを支えてやってほしい。これは他の誰でもない、いくつもの戦いをくぐり抜けてきた真の英雄であるそなたにしか頼めないことなのじゃ。男はちょっと、すみません。わらわのわがままを引き受けてくれたことを感謝するぞ。え、よかった。本当によかった。引き受けたことになっちゃった。これで気がかりがなくなった。これからもよろしく頼むぞ、英雄だな。なんで気がかりなのそれ。あ、妙なカット入ったな。うわ、二人の時に王女を死ぬのまずいって。耳良すぎ。ほんで、速攻性やばすぎだろ。苦しんでるところの表現強めなんだな。
冒険者、貴様が七門陛下を。違います。この部屋には七門陛下と貴様しかおらん。言い逃れはできんぞ。者ども、こやつを拘束しろ。女王陛下の暗殺犯だ。違います。俺ナイトなんで毒持ったりしません。やるなら切ります。多分忍者の仕業です。一部の者を除く暁関係者の確保が完了しました。レブランストールの石の家も制圧済みです。アルフィノのキリュウちゃんかが止まらない。ご覧の通りです。そう、どういう声。すべてはエオルゼアのため。イシュガルドの教皇庁より連絡がありました。何でもドラゴン族が再びコートを襲撃したため帰国せよと。急を要すとのことで騎士の方々が迎えに参ったようです。厄介払い。コートか。こちらに情報は回ってきていません。それにあまりに折りが良すぎます。もしや察しよすぎ。なるほどな。だ総長、お早く。知らせてくれたことに感謝します。ウルダハの友人、この借りはいつか返させていただきましょう。行くぞルキア。厄介払いされちゃった。あら。何の騒ぎだ。こいつなんか家ってかアジトに定期的に女から電話かかってくるとか言ってたよな。そういう趣味はないんだが。暁のサンクレットだな。貴様にはさっきのガレマール帝国との戦いで帝国軍に内通していた容疑がかけられている。内通だと。何のことだ。まさかアジアに支配されていた時の。それに関してはこちらで捉えた帝国兵の尋問から貴様が関わっていたとの証言を得ている。それに何やら怪しげな術を使うとの報告もな。いやさて一緒に来てもらおうか。どうしようかな。
無理やりパーティーに呼んでおいて、今度はさっさと出ていけって。あちゃー、ずいぶん勝手なことを言うじゃないか。こいつガッツみたいなことするやん。さてはこの黄金時代編の仕組まれたものか。アデルジ、これはどういうつもりだ。遠赤に武装兵を送り込み、国賓を女王の許可なく退出させるとは、貴様何を考えている。同人団の私兵か。王家主催の祝賀会での愚行、どこへと越権行為や。さっさと撤収させろ。何を言うか、ラウバーン。不滅隊こそ貴様の私兵ではないか。七尾陛下が暗殺され、国の存続が危ぶまれる事態ぞ。かような状況から国を守るべきはずの不滅隊の兵力を容易にカルテノーやクルザスに回した貴様の責任はどう取るつもりだ。ましてや腹心に帝国の艦長を飼っていたとは。艦長？局長とは名ばかりの愚将ではないか。局長？今何と言った。七尾様が暗殺されただと。さよう。そこにいる暁の決命に組みする冒険者がその首謀者だ。やばい。なんかこれさ、世界ぐちゃぐちゃになっちゃうのでは。貴様らには暗殺計画への関与の疑いがかけられている。連れてこい。てか、このし、ここのカットシーン22個だけを読むだけで6割ぐらいは理解できそうだな。話の流れが。この者に七尾女王陛下が毒殺された。犯人の協力者と思われる暁の船員を取り調べる。一度その場を動かないように。そんな。残念ですよ英雄殿、このようなことになるとは。俺も残念だ。この冒険者が所持していた小瓶から七尾陛下を殺害したものと同じ毒が検出された。ペンキですよそれ。俺のインベントリーに入ってるの。さてははめられたわね。天気カラランとしか入ってません。おやおや、はめられたのは我々の方ですよ。まさか我がウルダカの愛すべき女王陛下に取り入り、イシュガルドと和平を結ぼうというこの場で陛下を暗殺したのですからな。言いがかりもいい加減にしなさい。黙れ小娘。パッション討論来た。暁の決命が異能を持つ者を集め囲っていることは分かっているのだぞ。その能力を使い七尾陛下をはじめ各国の名手に取り入ったのであろう。それにアイメリク教とは特使として接する以上に随分親しくしていたようではないか。さては先の防衛戦、ドラゴン族の侵攻からの防衛を大義名分に裏でイシュガルドと結託して
我々の兵力を分散。そうして防衛力を削いだ上でイシュガルドにこの地を侵略するよう仕向けたのではないか。うるせえ口だな。そんな無茶苦茶な。どこにそんな証拠があるっての。そんな、ナナボス様が。イルベルト、そこをどけ。ナナボス様の安否を確認する。落ち着くんだ、ラウバーン。先ほど俺が確認した。お前、旧友のはずだよ。ナナモ陛下は死室にて毒殺された。そこの侍女も確認している。侍女ね。そんな、まさか。ナナモ様。はあ、もしかしてここで神聖の話が丸く収まって終わるかと思ったけど、まさかの世界むちゃくちゃになって次回へ続くパターンか。これウルダ派の祭りごとは我々サカツ州共和派が行うしかあるまいな。せいぜい陛下の国葬の段取りでも考えておくがいい。まったく、貴様も陛下も手間をかけさせる。貴様か。何の話だ。ナナモ様を暗殺したのは貴様か、テレジアデレジ。よまよいごと。ま、あの小娘のために随分と苦労したのは確かだがな、もともと九月の女王だったのだ。ようやく操り糸が外れて肩の荷が下りたと、ザルシンの御元で正々としているだろう。顔芸がすごいな。殴られに来てるやん。陛下を、陛下を愚弄するな。なんだ。え、死んじゃった。なんだこのライティングは。なんか普通にあの給油がガキーンってガードして、こうなんか給油と一騎打ちみたいな乱心したか話かと思ったけど、剣を抜き、ましてや同じサカツ州の一員を切り捨てるとは。やばいんだけど顔。貴様も暁と共犯なのではなかろうな。やっぱ羅漢仁王像みたいな顔してる。あら、ラウバン局長。お前たち何をしている。いけません、提督。ちょカオスなんだけど。らしくないな、こうも簡単に隙を見せちまうとは。隙
隙を見せたラウバーンが悪い。暁の者たちを捕らえろ。ナノボ陛下の暗殺と国家転覆を企む首謀者だ。この国賊も捕らえよ。まあ実際誰がやったとかは置いといて、まあ乱心してる国賊やな。抱き込まれたか。実際やってることはというかやってるタイミングが。俺たちは泥をすすって生きてきた。アラミゴを見捨て英雄となったお前と違ってな。先に来たのラウバーンだしな、そもそも。お前は変わったよラウバーン。守るものなんぞを持つから生きることに火欲になる。猛牛の角は折れた。角の折れた牛はあとは肉になるだけだ。ラウバーン、おかしいな、血が出てない。いいことを教えてやろう。ナナモ陛下を暗殺した犯人は俺だ。顔よ。レベルゾなんだ。もうちょっと優しい受け止め方してあげて。貴様らにナナモ様を暗殺するなどありえないこと。この茶番には裏がある。逃げろ、ここから逃げ延び世間に己の身の潔白を証明しろ。めっちゃ冷静な判断。突然。そしてこの事件の真相を突き止めろ。これができるのは貴様らしかいない。行け。さっきこいつ黄金時代編のガッツやんってね、さっきあの色男も言ったけど、俺完全に鷹の段よ。もうすぐ蛮神いっぱい出てきて食始まるんじゃねえか俺。無事だったか。サンクレット、ゲル、あなた一体どこにいたの。デートの誘いが多くてね、断るのに大忙しだったのさ。この戦勝祝賀会が仕組まれたものだと分かり、いろいろ探ってきた。すでにウルダ派の主要施設は抑えられている。イシュガルド防衛線の折、同人団の権限を拡大したのがアダになったな。うん、同人団が動きやすくなるように段取りがされていた。一体いつから準備されてたのか。周到な準備と部隊の展開の速さ。ラウバーン局長の言っていた通り、何か裏があるわね。同人団はもともと傭兵が多いし、敵に回ったクリスタルブレイブの連中も猛者揃いだよ。パパリも腕が鳴るね。いいだ、
そんなのんきなこと言ってる場合じゃないぞ。七尾陛下だけを狙った計画ではない。もしや私たちも狙われていた。やれやれ、僕たちも嫌われたものだよ。そうなると石の家を抑えたっていうのも本当だろうね。どの道ここから脱出しないと捕まっちまう。七尾様の資質の暖炉裏、そこから地下に続く隠し通路があると以前パパシャン所長に聞いたことがある。王宮の周辺は囲まれているからな。そこを使おう。これはでも逃げないとなんか流れ的に戦いそうだけど、これ戦っ…あ？おめえバカ、変なことすんな。お前ここは私がやっちゃうよ。本気か。仕方ないな、付き合ってやるよ。でもここで相手サイドに俺たちが手を出すとだいぶ話変わってくるので。ではパパリモ、完全に国外の人間だし、ここで足止めをしておく。結構大変なことになりそうだけど。隠し通路の確保を急いでくれ。ミンフィリア、早く。このスピード感だったら完全にこれ時の部屋、時の核シェルターの時と一緒じゃない？新生、まあ、新生カット派はジャンプ派はちょくちょくいたね。50-50 ぐらいのイメージ。50もいないかな。新生おもんない派の方が多かったかな、体感。ただ新生のつまんなさがあるからこその後半の良さを唱え提唱する者もいた。けどまあつまらんって言ってる人の方が多かったかな、感覚的には。まあ、俺今んとこおもろいけど、新生も。ないな。平気平気、こんなんじゃやられないよ。パパリモこそ大丈夫。そろそろ限界かな。てか今気づいたけど俺ワイプないんだ。気の消しっぱなしか、このシーン。暁はね、みんなの希望、アラミゴの民にとっても希望なんだ。こんなところで終わらせやしないよ。ああ、それにこんな奴らにエオルゼアを任せてはおけない。パパリモ、付き合わせちゃってごめんね。いいだよ。お前のわがままはいつものことだろう。こうなりゃ最後まで付き合うさ。バ
撃バリバリ。よし、ぶっ放すよ。行くぜ、サンダーケン。え、火柱が立ってますけど。これもしかしてあれじゃねえか、それっぽいエフェクトがかかるバフじゃない何かだけイダにかけといて、イダの攻撃に合わせてこれパパリモが攻撃してるんじゃないか。ウルダハの地下にこんな水路があったの。優しさなのか。おそらくは有事の際の脱出通路ね。シラディ派の建築様式かしら。ずいぶん昔のものだわ。そうか、この耳飾りじゃないんだもんな。あまりに兵の展開が早いな。この水路のことはすでに調べがついていたか。あなたたちは先に行って、ここは私たちが食い止める。なんか一人ずつ減っていくな。一人ずつじゃねえか、二人ずつ。暁の灯火を消してはいけないわ。この明かりは明日への光なのだから。この場は任せておきな。また後で会おうぜ。二人とも。でももらいます。行って。さて、どうするお嬢さん。こんな狭いところであの数。よくて相打ち。下手すりゃ無駄死にだ。自己評価低いな。誇り高き野族の御子ってを舐めないことね。だったら、壁ごと破壊して一帯を封鎖するまでよ。最後のお相手があなたってのは、ちょっと物足りないけどね。やれやれ。ヤシトラの矢ってあれなんだね。その種族の名前というか、なんかそのファミリーネームだったんだ。矢族のシトラさんなんだ。ヤシトラなんだ。やっぱ最初こういうなんか表記見るとヤシトラとかなんかそういう感じで思うけど、意外と発音するとみんなヤシトラって言うから、ヤシトラが名前なのかと思ってたわ。さすがにこの数が相手では。まだか、ヤシトラ。待たせたわね。あんたたち行くわよ。ごめん、ヤミトラ。これサンクレットが死ぬ意味あったの？
デリの声が。まさか。私はなすべき使命のためここに残ります。あなたは先に行きなさい。え？聞いて、あなたは希望なの。私たち暁にとって、エオルゼアにとって、希望そのものなの。希望の灯火はまだ消えてはいないわ。暁の明かりは希望の灯火である。あなたがいる限り、何度でも何度でも灯すことができる。だから生き延びて、そしていつの日かエオルゼアに救済を。分かっています。こんなところで希望を、この星を救う光の目を済ませるわけにもいかないわ。俺も俺で大して引き止めねえし、聞き分けが良すぎる。全体的に聞き分けが良すぎる。さすがに今までの流れ的にミンフィリアはかなり大事な人物だと思ったんだけどな。まあ実際何してるかようわからんやつだけど、なんかもうみんなあいつのために働いてたし。なんか大事っぽいけどな、かなり。わあ、またなんか変な色物が。あ、こいつ無事だったか。他の皆は？これちっちゃいの誰？まんまとテレジア・アデレジに出し抜かれた。まさかクリスタル・ブレイブごとやられるとは。牛のお面かぶってるぞこいつ。まさか。話は後で、まずはウルダハを離れなければ。久しぶりだな、エーテル酔いの冒険者。おー、急ぐんだろ、乗りな。船で会ったおっちゃん。さあ、早く。いや、まあ最初に追ったおっちゃんでちょっと若干感動はしたものの、おめえ誰だよっていう。お前は実際のところ誰なんだよという感じではあるけど。重要な誰かなのか。たまたまベスパーベイに仕入れに行っていたところ、ヌベユル家のお嬢さんに声をかけられましたね。たまたま。ウルダハにいる兄が困っていると思うから助けてほしいと。それでチョコボキャリッジでこの辺りを駆け回っていたら、あんた方を発見したって流れさ。はぁ、あ、逆に怪しいんだけど。さっきの様子追われてたんでしょ。無事でよかったですぜ。もう逆にここまで来たら怪しいわ。まさかお前さんにまで会えるとは思ってなかったかな。でももう怪しすぎて怪しくないところまで回ったっていい。
目をかけていた妹にまで心配されるとは、まったく情けない。ところで、そちらのお兄さんは？なんだろうね。大胸筋矯正サポーター。私はピピンという、ピピン不滅隊の小刀匠だ。やっぱベルセルクじゃねえか。長らくアラミゴ方面で極秘作戦を指揮していたのだが、不滅隊の球児に呼び戻されてね。それが機体直後にこの事件に遭遇。こちらのアルフィノ殿が聖変で窮地にあると知り救出したのだ。私の目から見ても火があるのは共和派の連中だ。奴らの横暴が目に余るとは聞いていたが、まさかこのような事態になるとは。ピピンさんっていや、不滅隊のラウバーン局長の？部下なんだ。ああ、ラウバーン・アルディンの養子だ。養子なんだ。ほんで岐阜のことはウルダ派を出るときに聞いた。私はあなた方を安全な場所まで送った後、すぐにウルダ派に戻る。岐阜を助けなければ。岐阜な。ならこのまんまブラックブラッシュに向かいますぜ。ちょうどそこで落ち合う人がいるもんでね。私は皆に助けられた。一人では何もできていなかったのか。お、私は。今いっぱい人がいなくなっちゃったりして深刻な時だから、自分のことばっかり話さないで。もう大人でしょ。急にボイスなし。チョコボかわいい。でも実際チョコボがいたらめちゃくちゃ怖えだろうな。さあ乗り込んでくれ。さあ乗り、さあ無理だ。南郷さんの声を思い出すのに時間かかった。二人になっちゃった。しかもこいつかよ。二人になる相手。先ほど本家から連絡があった。コートがドラゴン族の襲撃に遭い、数体のワイバーンが侵入したらしい。
神殿騎士団が撃退したとの報告は受けてはいるが、イシュガルドは厳戒態勢を敷き警戒を強めているという。コートへの侵入を許してしまうとは、やはり大神門の魔法障壁を失ったことが大きいか。本当にドラゴンが来てたってなると、先に緊急帰国したアイメリク総長は騎士団本部で防衛の指揮を取っておく。ダグワドルジみたいなやつら、ドラゴン族までもしや消しかけたのかこれ。お前をかくまうために協力を仰ぎたいところだが、本国が落ち着くまでは辛抱するしかないだろう。だが案ずるな、お前の味方はここにもいるのだ。しばらくの間ここを隠れ家として使うといい。待て、暁の基準にのっとる。めっちゃ優しいいいやつなのに、すっげー後ろでスクワット、裸でスクワットしてるやつのせいで話がちょっと。お前を追う者が現れたとしても、フォルタン家の断りなく家探しはできまい。他国に対して閉ざした門が今はお前を守ってくれる。たとえウルダハからの捜査要請を突きつけられようが、お前の潔白が認められるまでは全て跳ねのけるぞ。マジ？あれ暖房代わりなの？お前はかつて我が友の窮地に潔白を信じ戦ってくれた。その曇りなき心を今度は私が守るとしよう。お前もまた大切な友なのだから。さあ私の話はここまでだ。雪の家で暁の仲間が待っているぞ。ブロント一族マジいい人じゃん。今日はとてもマジで光の戦士なんだけど。お前の心で燃えている火を。やめて、スクワットをカットインしてくんの。全然俺最後なんか話しかけられてたけど、なんて言われたか覚えてねえよ今の。スクワットしか見てなかった。みんなと連絡できなくて怖かった。突然クリスタルブレイブの隊員に襲われて、なんかはぐれちゃったんだけど助けてくれた人がいたんです。まあなんか変な動きしてたから、もともと怪しんでた。おい友達、夕霧、俺と同じあれじゃん、種族やん。でも尻尾がちっちゃいな、位が低いのかな。俺の尻尾でっか。私のせいだ。こいついつまで。私だけがエオルゼアを真に考えている。そんなおごりがこのような状況を招いたのだ。私の指示で人が動き、私の言葉が各国の祭りごとを左右する。エオルゼアのためにクリスタルブレイブを作り、祖父の残した暁にも我が物かのように接してきた。私は怒り、焦り、大義にとらわれて自分の足元を見ようとはしなかったのだ。私にとってエオルゼアの救済とは一体何だ。万族、万神、ガレマール帝国、
溢れかえる難民。なんかテンション的には闇落ちそうだけど、状況的には別に闇落ちしなそうだな。戦争、そして闇の使徒アシエン、守護者になると理想を掲げ、自らの手を汚しもせずに、私だけがこの地の混沌を解決できると意気がっていた。そうか、己の欲望を満たすための道具だったのか。むごいざまだな。すべてを失ってから気づくなんて。自責のアルフィノ。アルフィノ様。それで、アルフィノ殿、あなたはこのまま折れた剣になるおつもりか。自身にはもう何も残っていないと。この鎖片びらいいやつだな。いいや、あなたにはまだ仲間がいるではないか。共に歩むことができるとびきりいい仲間が。だが私は、それにこの地ではもう、わかるんだけど、完全にムービーとして物語として見てる身からするとちょっともうしつこいな。アルフィノ様、若干わかるけど、あのここがダメでも私たちは生きてるんです。イシュガルドに行くです。ミンフィリアさんは言っていたです。暁の灯火は決して消えないんだって。冒険者さんとアルフィノ様と、あと私がいる限り、雪の中でも雲の中でもその明かりは灯せます。ありがとう、タタル。ありがとう、オルシュファン殿。俺は？ありがとう、エオルゼアの真なる守護者よ。ナイス。そうだな、一歩ずつ進もう。今度は仲間と、みんなで。暁の明かりは消さないさ。私たちの思いを無にしてはならないのだから。信じられないぐらい落ち込んでたけど、意外と立ち直るのも早かったな。坊やだからさ。ああ終わった。ガチでむちゃくちゃ世界ぐちゃぐちゃエンドなんだけど。やりましたな。あれ生きてるよ。すべて。ああ、ロロリタの方か。の申し付けのままに。そうか、ダグワドルジは、ダグワとドルジに分かれたもんな。生きてんだ。
つがすごくね、腕が切れた状態でしばらく敵と戦って、あんなわけわかんねえ布巻いて大丈夫なのすごくね。なんか白いのいる。あれ白出んの初めてだよな。あれいたっけ。あーでもあれでは出てたな、白方位っていう単語は出てたな。なんかあの消滅したアシエンがうんたらかんたら言ってた。なんか若干、あ、よかった。あいえー、なんで？ウリエンじゃなんで？でもまあ今んとこあれだよな、なんか招待受けたけどどうしたん、話聞こうかって感じだったよな、今物言いとしては。なんか建物でどの国なのかって分かるのすごいよな。前の三国の時から思ってたけど。我が一族の怨念が渦巻く不浄の大地、やはり忌むべきは人の差が、そうは思わぬか、ハイデリンの使徒よ。私はそうは思わない。え？鹿とかよ。希望の灯火、ん？灯火タレトの願い託され、英雄は汽車に向かう。再び暁の光を続く。